アービング・タルバーグは映画史の初期に活躍したアメリカ合衆国の映画プロデューサーであるアービング・サルバーグ、アービング・ソウルバーグとも表記。天才少年ザ・ボーイ・ワンダーの名を欲しいままにし、その若さ及び適正な脚本を選定し、適正な俳優を選択し、最高の制作スタッフを集め、極めて収益率の高い映画を制作するといった得意な能力を発揮した。 1899年5月30日、アメリカのニューヨーク市ブルックリンで、東欧ユダヤ人移民の両親のもとに生まれた。心臓が弱く、生涯を通じて、他の病気でも悩まされた。高校卒業後、ユニバーサル・ピクチャーズ・ニューヨーク支社に採用され、ユニバーサル・スタジオ社の伝説の撮影所創業者、カール・レムリの個人秘書として働いた。タルバーグは聡明で持続力があり、 21歳までに、同社のカリフォルニア州の生産拠点である、ユニバーサルシティの制作部門担当重役となった。映画、愚かなる妻の尺長をめぐる、エディ・ヒホン・シュトロハイム監督との闘争に粘り勝ちし、ノートルダムのセムシ男の制作におけるすべての側面をコントロールした。1924年、ユニバーサル社を去り、ルイス・ビー・メイヤー・プロダクションズ社に移籍し、 その後瞬く間にメトロピクチャーズ社との合併を図り、同社はメトロゴールドウィンメイヤー社となった。タルバーグは、単ミ生産管理計画ユニットプロダクションマネージメント、スキームの創設者としても知られる。このスキームによって、ハリウッドの映画制作は、以前よりも増して決定的に、単位ユニットに分けられ、プロデューサーや監督の中にある一本の映画作品への、 クリエイティブな支配を拡大した。キング・ビダー監督のビッグ・パレードは MGM 社におけるタルバーグの最初の大勝利作品であった。1932年までに深刻な心筋拘束に苦しみながら同撮影所の重要な作品の制作を統括し、観客の反応を図るスニークプレビューを推進するとともにプリプロダクションの基礎を注意深く固めた。 メトロ社に入社したとき、後の1927年に結婚することになる女優ノーマシアラーと交際していた。タルバーグは専業主婦となることをノーマに望んだが、ノーマ自身はより良い役をもらうことに固執し、MGM が誇る1930年内最大のスターになっていった。夫妻は二児を設け、一人はアービング・タルバーグ・ジュニア、もう一人はキャサリン・タルバーグである。 タルバーグの権力と成功に憤慨していたルイスビー・メイヤーは病気を理由にタルバーグをデビット・オーセルズニック、ウォルター・ウェンジャーに交代させた。1933年にタルバーグが職場に復帰したが撮影所の単位プロデューサーの一人として出会った。この礼遇にもかかわらず MGM 社における最も評判が高い冒険作の開発を支援した。グランドホテル 戦艦マウンティ号の反乱、カ海、マルクス兄弟のオペラは踊る、サンフランシスコ、ロミオとジュリエットなどである。1936年9月14日、カリフォルニア州サンタモニカで肺炎によって生涯を閉じた37歳ボーツ。マルクス一番乗りとマリー・アントアネットの生涯のプリプロダクションに従事している最中の死であった。タルバーグの名は 実は、スクリーン上には2本の映画でしか見ることはできなかった。遺作である、第一に、とクレジットされているのが一つ。もう一つの検示は、チップス先生さようならのオープニングクレジットに現れる。同作は、タルバーグが仕掛けたが、生きながらいて見ることのできなかった作品である。タルバーグは、存命中、いかなる作品にも名を記載することを拒絶した。そしてこのように言ったと引用される。 自分自身に与えるクレジットなんて何の価値もないよ。カルバーシティの古い MGM スタジオに建てられた数百万ドルかけた新管理棟は死の2年後にタルバーグの名を冠した。映画芸術科学アカデミーが贈るアービング・ジー・タルバーグ賞はタルバーグの名を冠したものである。小説家エフスコット・フィッツ・ジェラルドの遺作ラスト対空運・タイクーンの主人公モンドースターはタルバーグがモデルである。 エリア火山監督による1976年の映画版ではロバート・デ・ニーロがその役を演じた。映画千の顔を持つ男ではロバート・エヴァンスがタルバーグをモデルとした役を演じた。エヴァンスは後にジャイナタウン、ゴッド・ファーザーといった映画のプロデューサーになった。カリフォルニア州グレンデールにあるホレストローン・メモリアル・パーク大レービオの中、個人的な大理石の墓標のもとに、 その妻のオマシアラーアルージェの傍らに眠る。タルバーグの霊室にはシアラーによってこう刻まれている。私の永遠のスイートハートマイスイートハートフォーエバー。ジャンリュック・ゴダール監督のゴダールの映画史の一編、一映すべての歴史で、ゴダールはタルバーグをハワード・ヒューズと共に大きく扱い、特に一年における制作本数の膨大さに注目した。ありがとうございます。